まあ、とにかく、これで成仏できるぜ。というわけで、あとは、シクヤラ、許さん、あいつ。あいつ許さん。まあでも、これで、とりあえずは、ドラ手に入れたから、お店に行けばいいのかな。ボロボロですけど、エースか。エースよね。ガン無視されるメイプルちゃん。メイプルちゃん？メイプルちゃんだったよね。もう気がつけばこんなにヒットポイントがない。で？ダメなんやろ？ねえねえねえ。なに？ドラを持ってきただ？おお、ありがてえ。早速、見せてくれ。うわぁ、こいつはまさしく。で、おい、めちゃくちゃ錆びてるじゃねえか。ですよねー。どういうことだ？さやになんねえぞ、こりゃ。どこかで鍛えてもらってきな、優しい。次の場所教えてくれた。優しいね。野菜、野菜、あっちゃ、ほ。どこだっけ？お宝はもういいです。どうせ鉄くずでしょ？私知ってるよ。どうせ鉄くずでしょ？これ地図見た方が早くね。違う、間違えた。これか。そこに行くには、ここは通られへんから。どっから行くんだっけ。これ回り込まなきゃいけない的な感じ？なんか、開通してない？開通してない、どっか。開通してない。ここ通られへんのかな？私も溶岩温泉に気持ちよく入れるだけの、あれやこれやが欲しいけど。感じるぞ。こっちだ。あった。うちは何を隠そう。裏国宝の鍛冶屋裏。腕は天下一品裏が気に入った仕事以外引き受けない裏よ。ちなみに奥の二人が国宝で、俺は単なるマネージャー裏。ん？国宝が何か言っている裏。なるほど。そうですか、裏。さすが国宝の目はごまかせない、裏。お前が持っているそのドラ、ひどい錆び方、裏が、ビビッときたらしい、裏。鍛えてあげなくもない、裏が、どうする、裏？お願いしまーす。お願いします、裏？それが人に物を頼む態度、裏が、出直してくる、裏。え？私なんで怒られたの？私は、何を間違えたの？おい、やれや。気持ちいいんじゅら。マジで大丈夫？ね、将来大丈夫？お金とかぼったくられた？いや、まあ、いいや。そうと決まれば話は早い、裏。国宝、さっそやれ、裏。国宝にも、それなんだ。待たせた、裏。さすが国宝の仕事。天下一品、裏。これ、受け取る、裏。家宝にする、裏よ。
ドララーゴワンワンワンって感じだ。なんかね、なんか思うことはいろいろあるけど、まあ君たちが幸せならそれで OK です。なんかここもやっとくか。あのよし、これで OK。よいしょ。持ってきたよー。なに？ドラを持ってきただ？おお、ありがてえ。さ、早速見せてくれ。うお、間違いねえ。このドラにはわしの思い出がいっぱい詰まってんだ。と言ってもいい思い出ばかりってわけじゃねえけどよ。柄にもなくしんみりしちまったぜ。で？ケーキ漬けに海に出るか、野郎ども、出航だ！あいあいさー。報告します。船の修理、終わりました。いつでも出航できます。よし、乗り込め！わー、後ろは見せられないタイプの人なの？敵に背中は向けられないタイプなの？よーし、行くぞ、野郎ども！怒りをあげらーい！砂に、砂の海なの。イメージ的にこう手前のさ。なんだっけ、なんとかの海にダイブしてやるわ。船長、砂漠が見えてきました。よし、そのまま突っ切って海まで出るぞ。いくらなんでもそれは無理なんじゃ。バカ野郎、死ぬ気でやれやなんとかなる。気合い入れやがれ。あいさん、ほんと無茶なんだから。でもそんな船長が大好きみたいな。壊れてない？大丈夫？やりました、船長。海に出ました。でかした。よし、行くぞ、野郎とも。ここからが本番だ。はい、あいさん。やっぱ海は最高だぜ。久々に燃えてきやがった。よし、出航だ。ドラを鳴らしやがれ。どこから出てきたの？え、確かになんかあ、裏の世界ってわけではない。大丈夫かな。こちとらな。こちとら夢島でイカダネ乗ってたからな。気持ち悪い。死にそうだ。みんな船酔い？大丈夫？イカダ一緒に乗る？久しぶりに船に乗ったもんで、船酔いしちまった。大丈夫？これ私、当てれこうしてるけど頑張って。放送できる？大丈夫？もうダメだ。考えてみじゃ。死んでから一度も船に乗ってなかったんだ。船長まで。なんだなんだ、情けねえ。船長大丈夫だった。てめえらそれでも海賊か。船乗りが船酔いするなんてシャレになんない。なんないぜ。
確かだね。一旦陸に上がるぞ。え？1キロぐらいですか？旅。え、あそこに着くんだ。ん？そうだよね。どうやって行くんだろうって言ってたとこだよね。え、おあつらえ向きに橋がある。うわ、怒り下ろせ。やっぱ海を舐めちゃいけねえ。しばらくここで休憩だ。おう。これで、これだよね。なんだっけ。俺のこの剣を手に入れたとこ。なんでだろう。船から降りたのに、まだ揺れてやがる。大丈夫か？こうして外に出てねえと、すぐ気持ち悪くなるんだ。だろうよ。指輪だー。お？人んちの、キラキ式ものを燃やす。また修理代取られる。みんなには内緒だよ。やった。600円ぐらいくれな。200円。250円ぐらい。やったぜ。大丈夫？この、大丈夫？この家。爆弾。この家大丈夫？いろいろと、欠陥住宅ならいいんだけどさ、底なし床じゃない。どこに繋がってるのそれ。ああ、で、季節が帰れますよ。ちょっと待って。もうここさ、ね、なんとかハンマーでペコンってしよう、ペコンって。ここの切り株はまあまあまあ何かするのはわかるんだけど、難易度高えな、この家。布団だけ、普通、布団のとこが床抜けて落ちるでしょ。重さ的に。こっちは？なんかある。向こうから来るにしても。ああ、はい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 。じゃあ必然的に、俺は正解のルートを先に行ってしまったやつですね。誰が住んでたのかもよく知らないけれども。単純に夏にすればいいのかな。これ斜めジャンプいけるかな？いけるね。ぼっちでみんな。これ動くかな？ポイント回復し放題？そういうわけじゃない。さすがに、ちょっと距離開けないと。あれ。よかった。ヒットポイント回復する場所があって。私は誰なのか、記述が抜け落ちた。
真っ白なその髪を酔い闇が染めてゆくてて気づけば井戸の底空を見上げていた抱いていた可愛いメイドヘン口を一個ぐらいなんか地下の道あってもいいと思うんですけど、ちょっと。あ、ちょっとそんなとこでハートにならないで。頼むよ。まあでもヒットポイント回復できるのはありがたいですね。やったー、ビームが出るまで。回復した。てんてん。あ、これは秋にしなきゃいけないやつ。え、でも秋にし、あ、これ入って、やべえ、もうレベル7。ちょっと待って。あ、冬、秋じゃない。秋じゃない。レベル7、冒険者の墓。え、あ、これはあれか。もう今日も今日とて見られてる。